おい、壁ドーン、壁ドーン、ドーン、ドーン、ヘビトです。ああ、やっと出せ、やっと出せるようになったよ、このヒートアクション。はいはいはい、よいしょ、はい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 、いたいた、はいはい、よし。お前ありがとう、助かりました。金の皿。あんまり嬉しくねえわ。よし、じゃあ、誠ちゃんに会いに行こう。いやー、ここ、どうやって行くんだ？ここから行けるのか。え、行けねえ。もうちょっと奥か。もういるやん。ヤンキーが。あ、違う違う違う。え？どこ？あ、ここか。ここな？よーし。着いた着いた。ここか。誠ちゃん、大丈夫かい？うわ。おとなしくしとったか。リさんは、どうでした？無事無事。無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか。よかった。いや、何？でも、それじゃ、あの話も全部聞いたの。まあ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 、はあ、あの話がどれかわからんけど、まあ、誠ちゃんが 目が見えなくなった理由かな。長いこと、えらい目に遭ったんやな、お前。まあね。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰や。けど、コウモリの入れ墨のことは多分、お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。うん。そう。ああ。いや、まあそりゃ辛い過去だろうな。辛いこと思い出させたな。少しやけど、俺もお前に似たとこがあるんや。片目見えないしね。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと関係されて。ああ、意外と似たもん同士なのかもな。お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。わ、笑えないっすよ。こんなん言うても慰めにならんか。いや、でも優しさだとは思うよ、真島さんなりの。うん。いやー、まあ、誠ちゃんも辛いだろうな。そのな、二人ともな。かえって余計なこと言うたな。いや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 、俺はそうは思わねえぜ。なんか話し続けてもらいたいもんだろ、こういう時って。あ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、ゆうべから何も食うとらんもんな。あー。大丈夫？アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ないときは食うに限るで。よし、カニ道楽テイクアウトで行きましょう。カニ道楽テイクアウトで行きましょう。ちょ、夏目先生どうすか、今のこの俺の五七五。このあの誠ちゃんをな慰めるためのこのあれとこれと。買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。ああ、たこ焼きね。それなら、たこ焼き。蒼天堀の。やっぱり腹減っとるんやないか。北東ですね。ちょ、待っとけ。ええな。ああ。いいシーンだな。
まあなんか確かにさ、真島さんもこう、マクトちゃんと似てるとこあるよね。似たもん同士っていう言葉がいいのかはわかんないけど。まあ似たもん同士だと思うな。仇の女は扱いが難しいわ。いや、お前そんなこと思ってねえだろ、おい。まあとりあえず食いもんやな。たこ焼き食いたい、誘導だか。あ、これあれだろ。ここから出たら水商売アイランドだろ、これ。違う？違うんかい。たこ焼き買いに行くか。たこ焼きください。いらっしゃいませ。お客さん、ちょうどいいところに来たね。今なら出来たて熱々が食べられるよ。マジで。くださいよ。俺の分と、まじまさんの分と、まことちゃんの分で3つな。おう、買ってくわ。1個しか買えない。ありがとうございました。はい。よっしゃ、熱々のたこ焼きを買うたで。ほな、冷めへんうちに、急いで女のとこに持ってかな。ちょっと待って待って待って。いらっしゃいませ。買ってこうぜ。俺と、まじまさんと、まことちゃんね。はい、はい、はい。よし。まことちゃん、買ってきたよー。熱々のたこ焼き、買うてきたで。これであの女も少しは落ち着いてくれるとええんやが。いやー。おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。めっちゃ可愛いじゃん。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。おい、熱々すぎたら、おい、食えねえんじゃねえか。大丈夫。ああ、よかった。ああ、なんかあれでしょ、この倉庫俺らのんじゃねえんだから、めちゃくちゃ汚したろうぜ。お、備品にたこ焼きのソースつけて帰ろう。はははは。あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。どうなんかな。かわいそう。な？あうか。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。あ、なるほどね。ハッピーになったら治るわけだ。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でも、あなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとるんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。おいおいおい、突っ込め。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。それどっちの意味で言っとんじゃ。残念。まことちゃんが目が見えないからなのか。真島さんの 100% か見せられない。カレーニャ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 。うん？何やお前、時計しとるんか。お、目見えないのに。うん。見えへんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、かわいいでしょ。うん、めっちゃかわいいと思う、その時計。せやから、見えへんのやろう、チュートリアルが。まったく。ああ、そうか、可愛くてもね。ああ。わかってるよ。でもね、これ、オルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くて。これなんか危ないんじゃない？二人で隠れてる時に、ベーンバーンベーンバーンとか鳴るんじゃねえの、これ。今は鳴らない。だって、あ、ならまあ。時計が壊れてるから。なんやねん。でも、捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。まあわかるよ。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、うん、時計も壊れて、
うん、音も出なくなって、うん、だから分かってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。なんかかっこいいこと言うな、誠ちゃん。私は本当になんか締めっぽい話やめようぜ。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。うん、わかるで。え、捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。え、何す、うん、どないした。やっぱり違うよね、そんなものにこだわってるから。いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。な、何を言うのよ。いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。冗談で言ってないよ、真島さん。大丈夫。私、強くなる。強くならなきゃ。いや、もうそんな時計と一緒に強くなれやないかい。まあ、もらっとってやりや。ああ、そうそう。アゼア、エンディングで返してやれ。まだ言うとらんかったけどな。リーノさんは、なんややることがある言うとったわ。エンディングで返すか知らんけどな。ここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。そうや。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。あ、自分のこと喋った。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、や、知らんの？お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？信じなさいよ。店長やろ。信じたれ。同じこと言ってない。仕事が終わったらまた来るで。ええな。元気にしててね。じゃあ埃っぽいから換気もうできねえか、危ないから。うん、いや、だわ。せや、グランドに顔出すついでに山形が言うとったキャバクラの視察でもしてみようかな。この近くやと、方眼寺横丁の方にあるやろか。ちょっと寄ってみようか。方眼寺横丁とはどこですか？ここですか？行きますか、じゃあ。お、100万円自販機。はい。んー、からかっぱ。はい。で、ここかい？キャバクラは。どうも。あの、いかがですか？お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか？お？私、この店の店長のヨーダと申します。ヨーダちゃん。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。あ、マジ？いかがです？マジ？マジ？サンシャインか。こんなところにこんな店あったんやな。この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。
でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。てか店長が客引きしてるのってやばくね。あの山形が理由もなく住めるはずもない。きっと何かあるはずや。入ってみようやないか。わかったね。案内頼む。相当経営なんじゃないか。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれ。もちろんです。さあどうぞこちらに。もうズバズバ言うからな。もうなんなんナンバーワンだかなんだかさ、ああナンバーワンだかオンリーワンだかラウンドワンだか知らないですけど。はやっぱりそうか。なあこの店全然入ってないやないか。客が俺しかおらんとは。もう立地の問題だろ。お客様お待たせしました。されました。あ当店ナンバーワン嬢ゆきちゃんです。どうもゆきです。やっぱ超かわいい。よろしくお願いします。超かわいいじゃん。よろしくな。ね、ナンバーワンにした自分。おお嘘、えマジで。あ真島さん、あおめえにキャバクラを運営する目はねえわ。えかわいいじゃん。それでは乾杯しましょうか。あまあまあ確かにこうあれだけどね、慣れてない感はあるけど。乾杯。見せ物じゃねえぞこいつ。ほんまにナンバーワンなんか。あのすみません私こんなんで。ナンバーワンっていうか最下位かつナンバーワンなんじゃねこれ。でもほんまにあんたナンバーワンなんか。ええ一応。ただこの店に在籍してる女の子、ああそうな、私を含めて3人しかいないんですけどね。さ、3人ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、こっちは立派なのに。ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど。おいまた出たよ。ファイブスターが現れてからはあったな。そんなずっとこんな感じで。ファイブスター、なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。ああ彼らが蒼天堀に出店してからこの辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんな人気なんかそのファイブスターっちゅうやつらの店は。なんかずるいことしとんじゃねえの。5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない、なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ。もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。お、ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり。あ、ほんまにゴミじゃん。営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです。ないでしょう。終わってんだこいつら。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の。あ、なんかそんな店あったわ街に。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。あー似たこと言う。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。まあそれもダメなんだよね。やっぱうちの店が立ち退けばこの蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。変形して値上げみたいなことすんだろ。そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただクソムカつく顔してんじゃんこいつ。これ以上立てつくようなら
話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。お、あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。よく言った、さすがはかつて日野さんですか。マーズの日野店長。火曜日か。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。それがマーズだっけか、確か。まあ今日は引き上げましょう。あら、ただ次会う時には結論を聞かせてもらいます。な、何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。なんか顔似てね、こいつら。まあそう言わずに、またご挨拶させてくださいよ。ああ、そうだ。何？そういえばあなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。やば、可愛くてびっくりしました。いや、もうゴミじゃん、殺そうぜこいつ。で、警察言えばいいじゃんこれ。それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。いやいや、脅しじゃんこの。警察言ったらどうにかなんじゃない。娘に何かする気か。さあ、私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですか。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長。いや、ゆきちゃんかわいい。どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターは、お互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラをすべて、自分たちの店だけで独占しようとしているんです。まあ悪いことし放題なわけだ。蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、たくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかし、なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんだ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。ああ、キャバレーを潰す。はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することで、キャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくユキちゃんかわいい、キャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。うん、そうね。
これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。この街がどうなろうと知ったこっちゃないが、そんな奴らに好き勝手させとくのは頭にくるの。それにこのままあいつらを野放しにしとったら、後々グランドの経営にも影響が出て俺に面倒が降りかかるかもしれん。キャバクラっちゅうビジネスにも興味あるし、勉強がてらここは一肌脱いでやるかの。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って、確か敏腕と噂のあなただったんですか。まあな、俺としてもそのファイブスターとかいうやつらにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか、グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。あ、優しい。俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介。そんなお客さんじゃないな、もう。マジマや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね、何卒よろしくお願いします。お、ああ、ここがバックヤードかいな。はい、スタッフ控え室みたいなものですね。店に関するあれこれや女の子の管理などはここで行っていきます。あと、真島さんにはうちの支配にお願いしたいんですが、よろしいですか。いやって、支配人いきなりかい。はい、実績も終わりのようですし、私がトップにいてもこの店は良くならないと思います。真島さんに全権を託したいんです。もちろんその代わりに私は店員として真島さんのサポートに徹しようと思います。お願いできますか。わかった、あんたがそこまで言うなら俺も覚悟決めるわ。任しとき。ありがとうございます、よろしくお願いしますね、真面目支配人。なんか、なんや照れくさいの。さて、それでは早速キャバクラの運営に関しての説明させていただこうと思います。待ってました。ただ真島さんもお忙しいと思いますし、説明することもいろいろありますので、ご都合がつくときに私に声をかけてください。はあ、なるほど、あった。いやいやいや、全然やる。オッケー。あ、説明よろしく頼むで。はい、それでは説明を始めますね。蒼天森光商売アイランドでは、キャバクラの運営を行って、お金や客を増やしてライバル店を撃破し、参戦員をナンバーワン店舗することが目的となります。お店の営業や営業に向けて出勤する女の子の編成などは、店内で容態に話しかけることで、表示されるメニューで行うことができます。サンシャインの人気が上がっていくと、ライバルとの勝負やドラマが次々に展開されていきます。ライバル店を撃破すれば、バトルで使える新しい技を習得。もうこれもあれでしょ、キリュウさんの道島の竜と同じ感じで。ね、真島さんの島野の強肩が使えるようになるんじゃないか。ようになり、真島をより強くすることが可能ですので、積極的にドラマや勝負を進めていきましょう。お店を人気店に育て上げれれば、非常に大きな額をお金を効率的に稼げるようになります。稼いだお金はもちろん全て自由に使うことができます。頑張って店を大きくしてライバル店を撃破し、世界の経営者、そして億万長者を目指しますよ。これあれでしょ、確か。なんかキリュウさんの方がお金稼ぎが得意らしいから。あんま使い物にならんらしいと。と、まあ概要はこんなところですかね。いや、いいよ、もう一度。いや、大丈夫や。了解です。では、次は実際に営業と業務の、営業と営業の準備をやってみましょうかね。こういうのは実際にご自身でやられるのが一番覚えると思うので、早速やっていきましょう。細かいフォローは入れさせていただきますんで。あった、じゃあ一応やっとるく。どう？とりあえずやってみようぜ。回転準備。3人いるんでしょ。ゆきちゃん、遠藤さん、なみこさん。これもあれじゃん。これさ、これえ、これ、いや、ゆきちゃんが若いからじゃん。これね、ゆきちゃん、おばはんね。はいはいはい。何歳、年齢とか出ねえのこれ。あ、出ねえのか。じゃあ、おお、やば
何でもできんじゃん。やばー。ちょっと考えます。あんま変わってねえけどできたわ。あんま変わってねえけどな。あ、待て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 。おい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 、アクセサリーもあんのか。え？メガネ？これ。これもあるじゃん。ギャングのさ、女総長みたいな。あ、そういうこと？メガネいらんわ。イヤリング。わからんだろ。あー、見せてくれんのね。あー、いらねえわ。ネックレス。あ、ゴール、え？あー、マジで音楽いいな、これ。かわいいのしよう。おい、なんだよ、香水ってこれ。これ、いいの？これ、つけて。これ、絶対見た目関係ないでしょ、これ。音楽がいい！まあ、いいやー。はい。保存できんのこれ。保存しよう。はい。よし。完了。よし。いや、もういいよ、完了で。なるほど。このなんか8人の特別な子だけドレスアップできんのかな。よし。おい、じゃあもうこれでいいかな。はい。これどうすればいいんですか？戻るでいいのかな？営業。バーズエリアの顧客を狙って。営業開始。お、いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。あ、ゆきちゃんかわいい。あ、来た。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。いや、部長かわいい。神ゲーだ。あ、終わった終わった。やっとメニューだけ分かったわ。来客数8、セット料金8万円、飲食345円。一人何万円払ってんだよこれ。一人50万いかんぐらい払ってんの？えぐ。収益197万円。はい。265人のファン。なんで？来たの8人なのに。ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。こんなもんかな。しかし客も女の子もちょっと少ないの。コツコツ営業を重ねて増やすしかないんかな。女の子増やすならやっぱりスカウトが一番ですかね。はあ、街でスカウトをしたり、達成目録で得られる CP これ使いましょう。女の子が少ないとライバル店に勝てるような店舗することは困難です。OK。あと、客を増やすにはコツコツ影響するのもいいですが、街のお店と提携するのもいいと聞きますよ。ああ、なるほどね。蒼天森にはお金を支払うことで、提携関係となってくれるお店が存在します。なるほど。なるほどな。女の子のスカウトに他の店との提携か、営業以外にもやることはたくさんあるやな、はい、そうですね。店の外も中も戦場です。いろいろとよろしくお願いします。まあ、やれるだけやってみるわ。しかしお前にキャストが少ない店やな。これでは営業もままならどうしたもんか。もうさ、あれじゃね、グランドから何人か引き抜こうぜ。せや、この前オデッセイとトレードしてグランドに入ってきた子がおったな。望みさえおればグランドはなんとかなる。他の子をこっちの店に引っ張ってきてもええやろ。早速手配しとこうか。じゃあ梅ちゃん、キララちゃん。でも真島さん、さすがですね。初めてとは思いませんでしたよ。この調子でいけばあいつらを倒すのも夢ではないかも。誰を倒すのも夢ではないって。うっ、日野。早速だが約束通り結論を聞きに来たよ。どうだ、この店を売る気になったか。答えはノーだ。そうか、穏便に済ませたかったのに残念だ。おい、お前ら、ん？なんだ
この分からず屋に世の中の厳しさを教えてやる。相手は暴力で解決か、この卑怯者。何とでも言うがいい。イエスというのが早いか、死ぬのが早いか、楽しみだな、やれ。ちょっと待てや。なんだあんだ。ヨーダハンに頼まれて、ここの支配人をやることになったマジマッチュもんや。俺の目が黒いうちは、うちの店で勝手なことはさせへんで。支配人なるほどね。確かに無能なヨーダが店を続けるより、他の誰かに託した方が賢明かもしれないね。それになかなか喧嘩慣れしてそうな男だし、用心棒も兼ねてるってわけだね。バカなりに考えたね。感心感心。感心感心。どうします？こいつも一緒にやっちまいますか？いいや。こいつらがどうあがいていくのか少し興味が出てきたよ。潰すのはまた今度にしてやろう。ファイブスターを敵に回してどこまでやれるか高みの見物といこうじゃないか。命拾いしたね、ヨーダさん。そして真島さん。ま、ぜひぜひ頑張ってくださいよ。気が向いたら、ひねり潰しに行きますから。浄土屋、お前らの汚い手を使った支配なんて俺がぶち壊してるで。そっちこそ覚悟しや。うん。生きがっていられるのも今のうちだ。ファイブスターはあまり舐めないことだな。へぇー。ありがとうございました、真島さん。気にするな。本当の戦いはこれからや。きっとこの店を立派。さっさとこの店を立派な店にして、あいつらに対抗できるようにしないとな。頑張りましょう、真島さん。お店の営業をしたいときは私に声かけてくださいね。お時間あるときで構いませんので。本業の方もあるから、付きっきりで面倒見れるわけやないけど、暇があったらちょくちょく来るようにするわ。当店堀ファイブスターか。思ったよりも厄介な相手になりそうやな。さあ、じゃあ、さっさと神社行って CP 交換しますか。サンシャイン。あら。ふふふ、真島から面白くなりそうね。誰？山形さんが俺にキャバクラ見とき言うたわけ。少し分かったような気するわ。と思った以上に自覚を落としてしまった。はよ、そろそろグランドに向かおうか。いや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 。神社だろ、行くのは。この子スカウトじゃね？どうも。は？あ、あんたのせいで3点だったんだからね。あ、お前、あれか、パッシーくんの。誰やお前。パッシーくんがあんたなんか連れてくるから私ともくんに振られちゃったんだから。ああ、パッシーくんをパシラスとった女か。今ゴミって言おうとしたぞ。何怒っとるやけど悪いのお前やろ。うるさい。あんたのせいで。私。おいおい、泣くなや。彼氏に振られたからって、あんな最低な彼氏どうでもいいやろ。確かに。お前も性格は悪いけど、顔はまあそこそこ。んやし、すぐに新しい波の男程度のやつが見つかるやろ。何よその慰めは、全然フォローになってないんだから。フォローしとるつもりないけど。ムキー腹立つ男。あ、そうだ。今日あんたに用事があったんだった。用事？あんた噂によると、キャバクラの支配人やってるんでしょ？責任取って私を雇いなさいよ。何責任って、逆恨みにも程があるで。逆恨みでも何でもないわ。パーシー君がいなくなっちゃったんだから、私欲しいもの自分で買わなきゃいけなくなったの。もともとだろ、そんな。そしたら見る見るうちにお金なくなっちゃう。今月、金欠で、相当大変なの。あんたのお店でお金が探してやんね。お前がうちの店で金稼げるかどうかは知らんけど、汗水垂らして金稼ぐ大変さを知る、機会かもな。確かに。よし、あえで。お前うちの店で雇ったるわ。ほんと、やった。私、エミよろしくね。エミ？その顔でエミか。ね、覚えにくいな。そや、パッシー君のこと、こき使っとったし、お前の現実名、パシコにしようか。ほんまにパシコ？ちょっと何よパシコってダサすぎる。お前なんぞパシコで十分や。文句があるんやったらやめてもええねんで。このの、いいわ。甘じて受け入れてあげる。その代わりいつか覚えてなさいな。ああ、楽しみにしとくわ。これもあれか、サブストーリーやればやるほど仲間が増える的なやつですか。なるほどね。でだ、神社。このサブストーリーにぶつからんように。よし、来た。おい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 、早速交換しようぜ、CP。よし。これな。これ。うい。うい。あれ？あれ？一気に全部いけるわけじゃないの？すみません。あ、なるほど。こんな感じか。ん？クラブサンシャインの方ですよね。私、地図と申します。よろしければ、店で働かせてくれませんか？おー、地図ちゃんか。もちろん大歓迎や。地図。また女の子が増えたな。ますます経営頑張らんとな。なるほど。クソ大変だわ、これ。とりあえず全部やります。よし、最後の一人だ。大変大変。10人目と
よいしょ。あと内装変更な。よし。さあ、10人目の子は。ん?クラブサンシャインの方ですよね。私、シホって言います。よろしければ、お店で働かせてくれませんか?おー、シホちゃんか。なかなか人気ですよね。もちろん大歓迎やで。シルバーキャスト。ゴールドがいいんだろ、これ。なかなか良さげ。外れとか言っちゃいけんけど。その、あれか?性能的にはちょっとってやつか。おーい、もう。助けてー。なんやろ、お前文句でもあるんか。仕方なし。お前ら目障りや、ハイドカイキや。なんやと調子乗ってる勝負これ。じゃあみんな教えてやるよ。知ってるか、蒼天堀の。蒼天堀のスーパースラッガー、マジマゴロ。知ってるかーい。なに、なかなかやらせてくれねえな。蒼天堀のスーパー、ちょ、もういいや、もういいや。はい、どーん。騎士くん?ついでにサンシャインの宣伝もしてけ、お前ら。帰り道の間に100人声にかけろ。ごめんなさい、今後に渡せへん。お気に虹色の織物絶対出ない。じゃあもう今日終わるかのそろそろ。あ、この人もキャバ違うわ。終わります。グランド行ってもいいけど、いい感じに時間できたしね。サブストーリーとかして時間潰したいから。そうだな、終わるかな。はい、じゃあまた次回よろしくお願いするために君たちには犠牲になってもらいましょうか。ふいふい。とりあえず浜田くんはよいしょ。で、もう一人、あ、ちょっと当たんね。来たー、よっしゃ。おい、あ、くそ、まだ一人いんのかい。よし、来た。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。